古藤武光は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将。古藤氏七代当主。六代、古藤武春の子。小二八代、古藤武志慶がいる。後に提発し、年に首都合した。長戸国朝軍軍事。古藤左衛門太夫。原平双乱以前の長渡氏五色、横領氏であったと言われる。原平清水によれば、原平合戦においては兵士に味方し、 後に、源氏に属したという。樹永三年一月の一の谷の戦いに際し、諸国から、摂津国一の谷の陣に馳せ参じた、平家年代思考人の中に見える、古刀入道武道なる陣名は、この竹光であるとされている。しかし、平氏が、彗星に傾きつつあった、文治元年以降には、長と、須王の他の多くの所属に同じく、古刀氏も源氏になびいたとされる。 この竹系は、鎌倉幕府の御家人であったと考えられているが、竹光の代で御家人になったかは定かではない。長戸国史書斎の系図では竹光を、長略元年2月24日とするが、上記の辞席からは大いに矛盾しており、正確な没年は不明である。後のことを知る以来の居城、総工場を本拠である棚井に装築した。ありがとうございます。